はい、JRA のせいやです、はいえーで。昨日はね、あのー、ミニルトでした。はい、で私はあのー、08とボーナス数字の12、ここ軸はき一発目来たんですけど、えー、であと、紐の12が来た、ボーナス数字が来ただけで、あとはね、ダメだったんですけど、この数字は迷ってましたね。あの動画内でも言ってましたけど。 昨日は、えー、こちらの行事がありましたはいでこちらに関係する、えー、数字が出ましたあのー、ね行事終わる頃にはもう、ね、雨が上がって虹が出た量ですけど本当に天皇すごいなと思いましたミニロトでもそうですまあ、末広がりの鉢っていうのもありますけど 23, は23日,、えー、今日、今日ですかね、眞、えー、子様の誕生日ということで、で、そうですね、前回こう即位のがあった時って、1990年とかの11月12日じゃなかったですかね、で、まあ2019年ので、令和元年で01っていうことも言えたのかなと。 なんかこういうのが現れるとやっぱ天皇ってすげえなと思いましたなので今週末に行われる天皇賞秋っていうのも何かしらそういったパワー数字に出るんじゃないかなと見てますはいえー、それではえー、第、えー、132回のあービンゴ5の予想です 2019年10月23日、第132回、金のの雨が降るのかはい、えー、今回はビンゴ5の、えー、2019年10月23日、349の日で、1 0部で、えー、四六木星の日です、で132回なので、えー、6系列。 えー、マーキングしております。はい。これらもそれぞれマーキングしております。えー、前回はこのようになりました。その前々回はこのようになってます。はい。まあ、ここはね、あの、2か4が出やすいで、えー、前回2狙ったのかな、確か4だったっていうことなんですけど、えーとーですね、もう早速、はい。えー、日が9なので、はい。 日が9ですので日が9の時何出てるかっていうところで、えー、見ていっているとこ,うこのようになっておりますと、はい、やっぱり364040、まあまあ、はね前々回出たっていうのもあるんですけどもでこれが旋風の時に、えー、こうなっております8がやっぱり出てるなっていう。 ここも8出てますけど、えー、で19ですかね19がやっぱ出てるなっていうところですねはい、えー、で白六木星白六の時にもどうですごうか、えー、3がやっぱ気になりますねえー、でやっぱ36気になりますね24気になりますねっていうところですかね2425うん はい、えこちらが、えー、この開催会が、えー、今回6なので、で見ますと、えー、19、えー、24ですね、はい、で33と36、はい、やっぱりここ36気になるなーっていうところですね、でここは33は気になるなーっというところですね、はい、で、末尾が3なので、えー、3。 末尾んのとき、はい、23日、13日、えー、3日っていう時ですね、が何出てるかっていうのがこうなってます。はい、えー、ここ14も気になってます。やっぱここ8が気になりますっていうところ。はい、で、えー、今回、もうあのー、こうしたふうにしようかなと思ってます。えーと まあここ確,確定とはしたんですけど、ここは30か、えー、26かなとは見てるんですけどね。えっ、ー、と、迷ってるのはここ、ここはやっぱ12消さないかなと思ってます。はい、12、主、え、力、ー、の時にも12出てるっていうのもあります。で、開催会が、えー 6の時も十二出てるんでただ比嘉9の時に14で出るんでここはもうしどっちか絞らないと絞っどっちかを消す14を消すかここを3を消すかどっちかにしないとこれ16点にね16点なんですよねそれでもどっちか消さないといけないんですねはいえー、3も来そうだけど3を消して2にして えー、こうこっちも縛れば8いけるのかな8点いけるのかなうんまあ3より2取りたいと思いますけどねで2こっち12取り取って、えー、ここは18か19でえー、っと見てるんですけど日が9なので休憩列で言ったら 9の時って何出てるって言ったらまあ18が18かなと思ってるんで、えー、ここは1819で行った方がいいのかなと、えー、開催会6の時も千、えー、部の時も19出てるんでここは19で18か19なんじゃないかなとでここは24がやっぱ出てるんででですね千、えー、部で、えー、8月の 8月の21日、旋分で主録だったときっていうのは、このようになってまして、で、旋分で主録だったとき、6月19日もこのようになってるんですよね。共通してるのは12と24ですかね。はい、えー。で、30もなんですよね。共通してるので、やっぱ30はやっぱ捨てがたいなとは思います。で あの4段目にねあの比較的ですけどこの私のこのホワイトボードに記した4段目に26が1234段目ですね226が来やすいのかなと来てるんでねここは違いますけどえなのでここね26も,もう気になるところなんでここは消せないかなと絞るんであればここどっちか消す、え。ー しかないんで、はい。まあこのように行きたいなと思ってます。で、ここは36が先ほど品質してたのと。えー、39っていうのはあのー、やっぱ3系列で、えー、そうですね。えっ、ー、と前回37。出たんです。はい。 で、前回37出た時はその前は39出てたんですその後は36出てたということでその前後する3639っていうのを、えー、ちょっと狙ってみましたで今回あの6開催なので、えー、やっぱり6系列2433も出てるっていうことで、えー、入れてみましたはい、今回これでねあのどっちか消,し消さないとね、いけないんでここはもう おのに任せた方がいいと思いますけどまあどちらかというと2と12取りたいかなとは思ってます。はい